はい、てなわけで今回行くのは支店ディスピロア。あのね、これ何かっていうと、4ヶ月前に普通の通常のディスピロアの動画を上げたんだけど、まあラストは、自分の氷エネルギーを禁止になったことによってコントロールできなくなっちゃって、まあ、そのまま氷漬けになって死んじゃうみたいな。で、クエストクリアで剥ぎ取れるってのが普通のディスピロアだったんだけど、この支店ディスピロア、なんとその先があります。行きましょう。このムービーももう8億回見たなぁ。で、これね、支店ディスピロア、ディスピロアは言えないんだけど。ディスピロアね、昔のモンスターといえど、多分普通になんか、強めの技食らったら一発で死ぬんよな。まあ、あまりにも早くやっちゃってもあれだから、ちょっと技見ていこうか。殴りつつね、あんま殴りすぎるとすぐ、第二形態になっちゃうから、ちょ、一発もらってみるか、攻撃。これ、第一形態の技ね。おい、これ、よちよち説明してる暇ねえじゃん。ダメだろ、一撃は。しかもなんか、多分、こいつのおそらく、一番弱いであろう、なんか足のペシーで死んだからね。ちょっとあれだわ。あんまり、どうやら、技を見せてる余裕はなさそうだから、まあ、第一形態、第二形態はね、あれだから。これなんだっけ、これは、ああ、メテオか。あれ、第一形態、第二形態は、普通に動画にしてるから、まあ、見たい人はぜひそっちを。そっちをお願いしますね。え、こいつさ、なんか、昔のモンスターのくせに全然第二形態いかないんだけど。こいつってこんな強かったの？赤なんかしてっけど分かんねえ。なんかしてっけど分からん。分からん時は離れればいい。これがマグスパのいいところ。よし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 。こいつ頭ひるみあるんだ。へえ。全然ひるみじゃねえじゃん。こけただけやんけ。お？違うなぁ。え、第一形態からバカ強いんですけど。ガーディング。よし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 。ちょっとやばいんだけど。マジで強え。まあ、第二形態って言ってもなんかあんまり姿変わってないけどな。まあ、第三は目に見えて変わるからお楽しみに。親より見た。氷スパイラル。危ねえ。第二形態の技も、ちょっと見せたいけどね、匂いとして全然余裕ねえんだよな。あれ、これ横には範囲ないんだ。ちょっと技がわかりませんね。あ、これさっきのブレスか。ブレスかじゃねえわ。メテオか。これはこう。はい。ちょっと待ってな。なんだこれ、広がってんのか。危ねえ。ガーディング。なんで尻尾にも判定あんだよ。いや、マジで5年前のモンスターとは思えん、これ。5年だよな。5年だな。なんで今の天使みたくさ、かすっただけで死ぬねん。オッケー。ただ、二落としてないから、よし。今一落ちだから、一回だけは死ねる。で、第三形態まで持ってきてえな、今回で。予想以上に硬いからな。攻撃力はまだしもさ、耐久は全然ないと思うやん。なぜなら5年前のモンスターだから。そしたら、バカ硬いっていうね。やばい！危ねえ！これ殴れないな、危なすぎる。技がわかんねえ、技が。よいしょーよいしょーよいしょー。殴りいける。遠くから見守るか、それがいいだろう。
あれ、よいしょじゃない。あああったね、こんなやつも。太いな。頭殴んねえ。これなんかやばかったはず。この歩いてるモーションはなんかやばかった気がする。ん？これが？あー、これが親より見た氷スパイラルね。炎ホーミング避けて、氷もホーミング避けて、あー、そこなのか。届け届け届け。よし。やばそう。飛んでばっかりやん。誰にプレス打ってんのこの人。何が見えてんだお前には。いや、これいける。オッケー、ナイスキルミ。あ、殴れてるわ。すぐ第3形態いけそう。ちょ、分からん。いやー、こんなとこに生えてくんの。危ない。近づけねえな。これは、あ、やばい。セーフ。このバリアの中に入って避けるんで、この技は。これ第3形態の技だと思ってたけど、第2形態の技なんだ。これは大丈夫。いや、もう第3形態いくと思うけどな。まだ大丈夫。この垂直落下切りだけでダメージ十分だから。ガード、これは大丈夫なやつだな。オッケー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 。え、まだ行かない。これは立つ。あおい、第3形態いけないんだが。これでどうだ。いったか。さあ、クリアの BGM が流れない。ここで普通のディスフィールだったら終わりだからね。じゃ、この間に回復しとこうか。美しいね。ちょっとわからんから離れる。はい、これがステンディスフィラー。見てこれ、色めちゃくちゃ変わったのわかる。これどうする、倒す。なんか倒しちゃうとね、威厳が保たれない気がするけど、まあ、討伐動画はね、過去にあるんでね、その時代に合った武器で。時代には合ってねえか。これ反射ブレス、素晴らしい。あんま攻撃するとき、あんま攻撃すぎると死んじゃうんでね、とか言ってめっちゃ攻撃しちゃうんだけど、まあ本能なんだよねこれは。狩人の本能だからしょうがないねこれは。いや、討伐はするか。これ第3形態だけの技ってなんかないのかな。あ、これわかんねえ、これわかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。普通に死んだわ。あはい、ということで、まあ蘇生した瞬間だけ見せられたからいいかな。普通に討伐動画見たいって人は、俺が川柳魂っていう武器をメインに使ってた、まあ、4年前ぐらいの動画、まあ URL を貼っておくわ、コメ欄に。それでも見てくれ。殴れ殴れ。いや、これいったでしょ、これ絶対いったわ。これスッと避けて、セイセイセイ、さらにセイセイ、殴れ殴れ、ひたすら殴れ。よしよし、またこの技やってくれる。接待プレイありがとうございます。これ接待だマジで。いや、これもう、これもう死ぬんじゃない、ディスピラー。もうそこまで来てると思うんだよね。まあ一回も飛ばしたことないから体力加減がよくわかんないんだけど、はいはいはい、せいせい、ああ